年末は物はよく売れると言いますけど、本当ですか？今日のテーマはですね、年末は物はよく売れると言いますけど、本当ですか？ということでお話しします。私のことを知らない方のために説明しますと、私はですね、インターネット売買で月々100万円の安定にした収入を得た経験を生かして、本業の他にもう一本の収入の柱を得て安心した生活を送りたい方に、まずは20万、50万、70万の収入を得る方法を教えるビジネススクールを経営しております。本も2冊出版しておりまして、いつでも Amazon ランキング1位を獲得。さらにメディア出演としましては、東京大岡自由が丘 FM、FM 自由が丘、ニコニコ動画生放送、ツイキャス、スティッカムにも出演しております。本日もよろしくお願いします。今日もですね、もう10月の17日ということでですね、あと2ヶ月と半分ですね。だからだいたいどれぐらいですかね。70日ぐらいですかね。でですね、もう今年も終わってしまうと早いですよね、1日が終わるのは。なのでですね、やっぱり私のメンターもおっしゃってるんですけど、1日1日をですね、大事に精一杯生きることが大切ってことですね。はい、ではですね、私たちインターネット売買をやってる人にはですね、やはり年末はですね、物が一番売れるっていうんですけど、これはですね、皆さんもちょっと聞いたことがどこかであると思うんですよ。会社勤めの方もですね、やっぱり年配の方とかはですね、常に年末はよく売れるからとかっていう話はしてます。で、私自身もですね、サラリーマンのことは製造業にいましたので、その時も聞いてました。で、実は本当なのかっていうことで、私もですね、経理とかいたことあったんで、数字を見、会社の売り上げとか見ても、やっぱりですね、年末だとどんどん通常の 1.5 倍ぐらい上がりますね。で、これですね、この考え方をですね、やっぱりインターネット売買として自分で会社を経営するようになって、それで見てみたところ、やはり今までのですね、1.5倍から2倍ぐらいですね、増えるんですよ。なので、逆に言うとですね、これを今から知っておくことでですね、この年末に向けてですね、準備ができて、この年末で皆さんがですね、こうバッとですね、おか、あのですね、物を買うときに、皆さんもですね、売り上げをですね、逃さないっていうことですね。で、逆に言うとですね、この年末によって売り上げが上がる、物がよく売れる理由は何かと言いますと、はい。ではですね、皆さんもよくよく考えてみてもらうとですね、11月下旬にボーナスがあって、12月24、25はクリスマスと。あとはですね、企業によってはですね、この間にですね、お歳暮ということでですね、やはり取引先の方とかですね、挨拶にしたりとか、あとは忘年会ということでですね、忘年会のためにですね、やっぱりの、買い物をしたりとかですね、洋服を買ったりとか、あとはですね、ご飯を、忘年会でですね、お酒を飲んだりして、食事を、やっぱいいものを食べたりするとして、それだけ消費も増えていくのでですね、物も売れますし、あとはですね、もう12月24、25、クリスマスから1月のですね、1日から8日までお年玉、お正月があります。で、そこでですね、子供たちもですね、お年玉をもらって自分の欲しいものを買ったりとか、あとはですね、1月1日とかですね、家族みんなで揃ってるので、大きなもの、家電とかですね、そういうテレビとか大型のものをですね、皆さんでこう、お正月に集まって、あ、じゃあちょっと暇だからみんなで見に行こうかっていうことでですね、大型のものを買いやすくなるんですね。なのでですね、この機会を逃さないでいきましょうね。はい。ではですね、今日はですね、年末は物はよく売れると言いますが、本当ですか？ということでお話しました。で、この答えはですね、本当です。で、なぜかと言いますと、やはり11月下旬ボーナスがあったりとか、12月24、25日クリスマス、あとはその間のですね、忘年会とか、1月1日から8日のですね、お正月休みとですね、皆さんが物を買いやすくするですね、このですね、場面がいっぱいあるのでですね、物が売れるってことですね。なので皆さん、例えばですね、ほとんど私のこのですね、ライブを見てる方はですね、サラリーマンの方が多いと思うので、サラリーマンの方はですね、もう、あ、11月のもうそろそろボーナスだなとかですね、あとはもう、
子供にお年玉あげなきゃとかって思ったりとか、自分のお金をですね、使ったりとか、自分のお金が減ったりとかっていうことばかり気にしてると思うんですけれど、これがですね、もうインターネット、売買で物を売るという立場になったりですね、売る側の目線、これもですね、大事になりますので、押さえておいてください。はい。では、それではですね、今日話がいいなと思った方はですね、YouTube の方はですね、高評価、マーク、チャンネル登録、ベルマークのチェック、これをお願いします。で、今日は年末の話をですね、日本の場合だけお話しましたけれど、明日はですね、海外のお客様がいる方のために、アメリカの場合についてお話します。アメリカ。で、なぜかと言いますと、やっぱりですね、私や私の生徒さんとかですね、皆さんの中でも海外のお客様とビジネスをしたいって、交流したいという方多いと思うんですよ。なのでそういう方のためにですね、この年末のですね、海外の、特にですね、一番中心国であるアメリカのですね、予定を知るということいいですね。なので明日はですね、海外のですね、アメリカのですね、場合について年末はどうなのかっていうことをですね、お話しします。はい、それではまたお会いしましょう。